サンマルコ1号はイタリア発の人工衛星。国立研究協議会のため、イタリア宇宙研究委員会が作成し、今井のサンマルコ計画における5機のうちの1番機であった。名前はサンマルコプラットフォームに由来する。サンマルコ1号を搭載したスカウト X-4961 年、アミントレ・ファンファーに率いるイタリア政府は、CRS によって提案されていた。 国産人口衛星研究計画のための開発プランを承認した。その当時は、米ソ以外に衛星を打ち上げる能力がなく、イタリアにはロケットもそれを打ち上げる人材もなかった。結果として、計画はアメリカの NASA と共同となり、NASA はロケットの提供とイタリアの運用チームの育成を行った。機体は CRS のメンバーによって制作され、 エドアルド・アマルディといった著名な科学者、工学者もそのグループに入っていた。サンマルコシリーズの主な目的は電離層研究を行うためであった。サンマルコ1号は試験衛星として比較的行う、実験の種類は少なかった。1964年12月15日20時24分、イタリア人のメンバーがアメリカのワロップス飛行施設から アメリカのスカウトロケットを使用してサンマルコ1号を打ち上げた。1965年9月13日に機体は大気圏再突入した。ありがとうございます。